こんにちは。ありがとうございます。今日は配信するっていうか、配信の時間あるかわからんくて、黒い服で来たらすごい白飛びしてますね。おしゃれな椅子、ケンティね、椅子あるのに座らへんっていう。そう、練習終わってそのままです。こんにちは。ちょっと練習が終わってお腹空いたんで、ちょっと食べていいですか？食べちゃってもいいですか？こんにちは。おぱおぱさん、クラリオンさん、こんばんはじゃない、こんにちは。黒が似合うからええです。かなた、黒似合う、嬉しい、ありがとうございます。こんにちは、トトちゃん、こんにちは。何食べるの、おかゆちゃん。もう大好きなスタバ様を買ってまいりました。マリンちゃんがね、そこで配信してるんだけど、マリンちゃんとさっき買いに行ってきた、連れ出したはるかがついてってくれました。スタバのなんだっけ、バターミルクビスケット的な感じです。そう、定番、そう、大ちゃん、そう、安定のスタバ、そう、じゃじゃーん。最近はマジで、さっきマリンちゃんの配信でも言って、マリンちゃんからはえって言われたけど、チャイティーラテにめっちゃハマってて、毎日飲んでる。昨日も飲んだ、今日もチャイティーラテです。 S サイズ。そう、チャイラテがね、なんかすごい好きなことに気づいたんです。うん、おいしい。そう、チャイティーラテ、スタバのチャイティー辛くない。え、嘘、あんま感じたことない。あれなんかな、はるかが氷も薄まった時に飲むからかな、そういうわけじゃないかな。店員さんに覚えられてそう、シムさん。いや、覚えられてるんですよ。恥ずかしい。いつもありがとうございますって言ってくださって、そう、ちょっと嬉しいような恥ずかしいような、ちょっとちゃんと除菌しときます、食べるから。除菌。あ、思った以上にめっちゃ出たんやけど。ベンチはかなり、ベンチ別に座ったことないですね。なんか床の方が落ち着く。床に座るのなんか落ち着くくないですか？みんなどう？はい、除菌しました。除菌、いつものでいいですかとかはない？風船杉さん、あ、いつもね同じの頼まないんですよ。その日の気分によって変えるから、多分、それはないんかも。結構ドリンクも、まあ、最近はチャイティーラテ毎日飲んでるけど、チャイティーラテかホワイトモカかソイラテ、この3つでいつも気分によって変えるんですよ。だからいつものやつはないかも。フードもバターミルクビスケット食べるときもあれば、チョコレートチャンクスコーン食べるときもあるし、なんかそんな感じかな。だからいつも一緒じゃないんですよね。いただきます。いただきます。
ゃんと温めてもらいました。めっちゃ美味しい、めっちゃ大好きなんですよこれ。ハルカツのアイス探し楽しい、シャちゃん、嬉しい、そう言ってもらえて。みんないっぱい探して報告くれてめっちゃ嬉しいです。今日も撮った、今日はリハ終わって暑すぎてコンビニで買ったコンビニで買いました。めっちゃ美味しかった。うまいうまい、美味しい。なんかやっぱこういうシンプルなのがやっぱ美味しいなって最近思う。なんなんやろ、なんでこんななんか変わったんやろ、好みというか。食べてるの見てたらお腹空いてきた、山本さん。いやお腹空くよな、3時のおやつの時間やしな。こんにちは、世界さん、トンボさんありがとうございます、ジーヤさんもありがとうございます。はるちゃん、はるかつ報告したらちゃんと見てくれてるから嬉しい。あややちゃん、いや見てるよ。今最近もねちょっといいねはなかなかできてないんですけど、みんないっぱいしてくれるからちゃんと見てます。シンプルなのって意外に美味しいよね。レッセなんて読むんだろう、なんて読むんだろう、シンプルなのいいよな。でもほんまになんかドーナツとかも最近めっちゃシンプルなの頼んじゃう。味覚変わるよね、なんかやっぱ変わるよな、なんでなんやろ。こんにちは、竹曽テッシーさんありがとうございます。こんにちは、私もおやつにする、サッカーさん。お、何食べるの。今はリハーサルの休憩時間ですか、ホリーさん。もう終わりました、リハは。今ウィンクがやってます、なんか配信してますよね確か。これそれの前にもう終わりました。今日はこんなベンチいつの間にあったんだ、まもるさん。あ、お家じゃないんですよお部屋じゃないねん、まだレッスン場です。こっそりハルカツしてます。あ、DM でも報告してくれてるよね、見てますよ。オールドファッションとか、あ、そう、オールドファッションとか、オールドファッションハニーとか、なんかそういうなんていうの、チョコであんまコーティングされてないやつとか食べちゃう。こんにちは、テレビリーさんありがとうございます。こんにちは、今日はファミマのフラッペ飲んでる。え、なんかまた新しいの出るっけ、なんか見た気がするねんけど、気のせい、はるかの勘違いかな。こんにちは、こんにちは、遊びに来たよ、くんちゃん、マサヤさんありがとうございます、ありがとうございます。すごい音した。はるちゃん手どうしたの、どういうこと、何ですか、なんか鳴ってる手、手何も鳴ってないですよ、何やろ、うん、遊びに来たエグチさんありがとうございます。明日楽しみ、モンブラン。もうね緊張なんか何なんやろ、不安なのか、もはや不安、もう分かんなくなりました
もう不安なのかもちょっと分かんなくなったぐらい、ちょっとどうなんだろう。手が綺麗ってことだと思います書いてくれてラリアテさん、ありがとうございます。手だけはチャームポイントです手だけとか言って、手は リハーサルはバッチリだった。いやでもね、わざわざねカレンタンがね、もう今日言ったら最終レッスンじゃないですか、リハじゃないですか、だからって言ってわざわざあの昼夜公演の間に来てくれて一緒にやってくれてん、優しい。だから6人でできました。なんか嬉しかったですね、鏡で6人並んでるの見て。まあね、なんかあったらまあみんなで助け合いながら、同期なんでやれればいいなって思いますけどね。みんなめっちゃ褒めてくれてる。カレンタンすごいな、ゆりりんさん、いやほんまにもうありがたい。だから朝ごはんあの分けました分けたっていうか、なんか小分けにある朝ごはん食べてたんですけど、はるかありがとうの気持ちを込めてカレンタンにお裾分けしました。フル面でできてよかったね、バタヤさん。いや本当にカレンタンのおかげ、カレンタンのおかげです。みんなで頑張ってねって送り出してきた、公演頑張ってね今日もって。こんにちはマツコさん、こんにちはマジカルコアラさんも今日もありがとうございます。もぐもぐはるちゃんかわいい、みこさんありがとう、恥ずかしい恥ずかしいですね。うんうんめっちゃポロポロ言ってる。いっぱい好きなもの食べさせたくなる、食べさせてください食べさせてください。こんにちは、たんべマーボーさん、こんにちは、ありがとう。うん、途中経過流れてる、ウィンクの公演配信。ごちそうさまでした、完食お腹いっぱい、めっちゃお腹空いてたんですよ。だから余計に美味しいです。お昼それだけ。そう、さっきアイス食べたんですよ、アイス食べたから大丈夫かな。すごい、15分経過しました、2日連続配信2日連続ってどうもうちょっと連続で配信してた気がしたんやけど、そうでもなかった。
インスタライブとかしたんかな、こないだ。今途中経過してますよ、ウィンクメンバー。多分めっちゃ流れてんの聞こえる。はるちゃんの途中経過大好きのあじいさん、嬉しい、ありがとうございます。大阪魂でもっと頑張ろう。やっぱりはるちゃん小食。でも食べようと思えば食べれるんですよ、全然。ママにもいつも言うねんけど、食べようと思えば全然まだまだ食べれんねんけど、ちょっとね、そろそろちゃんと規制かけないとダメです。お腹空いてきた、なんか食べな、みんなも食べよう。疲れんぞ、けえらいって書いてくれて、やった。やった。2日連続配信おめでとう、笑って。ありがとうございます。途中経過からのウィンクの銃弾、ここのはるちゃんめちゃくちゃ好き。うそー、やばいやん、気抜いてられませんね、それは。抜いてへんけど、別に抜いてるわけじゃないですけど ね、抜く時があったらダメですね、それは。そんな言ってもらえてるなら。来週土曜日の大阪魂応募したよ、レオパやっと応募できた。わあ、今度昼夜ですよね、やばい、どうしよう。こんにちは、たけるさん、こんにちは、ありがとう。Gボーイさんもおめでとうって書いてくれてる。2日目がつまりは途中経過ってことかな、うまいことを言うて。うまいこと言うて。またグラビア撮影あるの前ですよ、今んとこないですよ、ないけど、ちょっと最近食べ過ぎてマジでちょっと太っちゃったので、どうしようって感じ。気をつけないとね、すぐ戻っちゃうから、頑張ります。来月公演行けるといいな、はるちゃんに会いたい。嬉しい、はるかも待ってます。水曜日じゃないの、新鮮。いや、それな、水曜日すぎてな、最近。そろそろレオパ入りたい、ハリーさん。入ってよ、いつでも待ってますよ。ドリップになる。OK。リップだけは鏡なくても塗れる。他はできんけど。ちょっと濃いかな。次は当てたいな、テッシーさん。当てて、来て。はるちゃんのおじさん。次はこうやってるよ、ヒデさん。待ってる、約束。今日は何のリップ？今日もロム&です。今日はリップ4本持ってます。もうでもスタメン、スタメンって感じ。いつも入ってるやつ。29日に新しくアンダースルーこの宝石はもう考えた。まだです、もうとりあえず明日終わってからじゃないと、はるか頭パンクすると思って。一旦忘れてる。ごめん、全然、一旦ちょっと宝石のことを忘れようとしてます今。とりあえず明日に全力を注ごうとしてます。でもほんまに一回考えようとしてんけど、ちょっとそろそろネタ切れすぎて。やばい、どうしよう。
そろそろ宝石が、なんか宝石はあるんですけど意味がじゃあ合うのかって言われると難しいですよね。なんか宝石だけを当てはめるとかならいいんですけど、意味までなんかこうその子に合わせて考えるってなるとちょっとネタ切れ、そろそろやばい。イメージ合わせるの、そうなんです、ファンのみんなに探してもらう。嘘、探してくれる？一緒に探して難しい。特に7期生あんま関わりないからどんな子なのかそんなに知らなくて、どうしましょう。まずは明日が大切だから仕方ない。そう、もう明日はねやっぱ何が何でも最高な公演にしたいというか、しなきゃいけないというかだからね、ここだけ配信が違う。ウィンクじゃないんでね、私は私はウィンクさんではないので。こんにちは、カズさん、こんにちは、ありがとうございます。明日は配信で見守りますね。見守ってて、見守っててください。心強い、きっと。ジオンは新選組一緒だったからまだなんとか。え、でもなんか中身まで知らなくないですか。結構やっぱドラさんロッキーで固まっちゃうことが多かったから、話には言ってたんですけど中身までまだ知れてない。遊ぼう、面白かったよ、ジャンボーさん。あ、YNN さんですか。 YNN さん、はるちゃんプロデュース公演とか楽しみでしかないよ。ほんま？いやもうド緊張いろんな意味で緊張、怖い。アンジュほどまだ仲良くなってない感じかな。アンジュちゃんくらいかな、なんか結構話すの。今日も LINE しました、聞きたいことがあったんやけどLINE しました、アンジュちゃんはるかがね、はるかなんかね LINE するときになんか癖で、はるかの名前呼ぶんですよ最初に変なんかな、はるかだけなんか分からんけど、なんか誰かに LINE 送るときとか同期とかでも、ゆいななんとかかんとかとか、まりんちゃんなんとかかんとかみたいな、なんか最初に名前をね絶対呼んじゃうというか入れちゃうんですよ文章の中に。ほんでだからそのまあ、癖があるから可愛いって書かれて恥ずかしいそうなんか、そうだからその癖があって、アンジュちゃんにもいつもアンジュちゃんって書いてなんとかかんとかとかなんか書くんですね。そしたらアンジュちゃんもそれの真似してちゃんとはるかさんってちゃんと入れてくれてるの、めっちゃ可愛いと思っていつも可愛い、ちゃんと真似してくれます会話の始めとしてはいいと思うけど、そうなんか書いちゃうんですよ。フレンドリーだな味方ちゃん、フレンドリーなんかな。そうなんか、まあ、言ったらお話し会とか、まあ、握手会の時もそうやったけど、お話し会ではるかよくあの皆さんの名前最初に呼ぶじゃないですか、始まった瞬間、あーなんとかさーん
ーみたいな、そんな感じなんですよ。 LINE でもそれをしちゃうの。 LINE でもそれをしちゃうんよ、はるか。なんでなんやろ、やっちゃいますね。はるちゃんから何度、はるちゃんからなら何度でも呼ばれてみたい。いやもう話し会にね来てくださってる方は特にもう何回も呼ばせてもらっておるような。もういっぱい呼びたくなっちゃう。いつも最初に名前呼んでくれるの嬉しい。ほんま？そう言ってもらえると嬉しい。なんかね呼びたくなっちゃう。いっぱい呼んじゃうよね。はるちゃんらしくていいね。ほんま？はるからしいですか？やっぱいっぱい呼びたいですよね、お名前。こんにちは、とっちゃんさん。こんにちは、ありがとうございます。わかる、自分もしちゃうからわかる。嘘、仲間おったあんまりねメンバーにいないんですよ。お母さんに LINE する時もアフロ軍曹さん、お母さんにあんまり連絡することないかな。あるけど、でもママって書くかもやばい。でも聞いてそうやん。ママも名前入れるんですよ。はるちゃんって絶対入れる。さっきも、さっきなんか確認の LINE が入っててんけど、はるちゃんから始まってた。はるちゃんだけ来るから内容まだ分かんないんですよ。なんなんやろうと思いながらいつも待ってる。はるちゃんって来ます、そういえば。だからはるかママに対して、ママなんとかかんとかってやるかも。ほんまの言い方かわいい。初めて言われました。恥ずかしい。無意識に何も考えずに言ってるから恥ずかしい。遺伝だね、確かに遺伝かも。ママから来てます、親子だねって。うん、今日誕生日だからおめでとうし。ハッピーバースデーディアリサちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。素敵な一年に、良き一年になりますように。おめでとう。落語との決まり、落語の決まり事みたいな。そんなんあんねや。落語全然わからない。若っぽんさんがされてるの見たぐらい。ここうねってる、うねってきたなあやっぱ汗をかくとうねる。おめでとうコメントになる優しい世界。いやそれな、ほんまにそういうとこが大好き、みんなの。ちなみにみんなは今日何してるんですか？土曜日やんな今日。はるかは眠たいお腹もいっぱいになって、もういっぱいいっぱいじゃないけど普通に1公演通したから眠たくなっちゃった。やばい。こんにちは小麦さん、こんにちは、ありがとう。今からゲームするトラさん。おー、ゲーム、ゲームはるかやらないんですけど教えてほしい、いろいろやってみたい。なんか見てたら楽しそうやなと思うけど。今日はバイトしてた。お疲れ様。お疲れ。
DMM 見直してた。嘘、何の公演ですか。はるちゃんの配信待ってた。お待たせお待たせしました。ちょうどベンチあるし寝る。確かに寝る時間はある仕事して帰ってきて猫と戯れてた。うわーいいなー、至福のひととき。はるかもいつもリハとかで疲れて帰ってうさしに癒しを求めますはるちゃんのこと考えてた。嘘、ほんまー、ずっと考えててずっと考えててください。こんにちは。あ、あゆみんさん、こんにちは、ありがとうございます。寝ようと思ったけどショールも始まったから見てる。わありがとう、ごめんな。この後じゃあ配信終わったら寝よう寝ましょう。はるちゃんこんにちは。何？マリンちゃん呼んでないよね。呼んでないで。聞こえた？嘘。さっき話には出した。マリンちゃんと会話してました今。はるちゃんこんにちは、久しぶりに来れた。あ、わっかんさん、ありがとうございます。空砲見てた。あ、昨日のやつ？昨日のやつですか。はるかもちょっとだけ見た。でも今日が朝早いの分かってたからちょっとだけにした。僕も眠い。ヤッシーさんねえ、眠たい。寝ましょうみんなで。めっちゃ眠たい。しだれ柳流れてる。しだれ柳は今んとこジポジと同じ方向、下手なんですけど、ジポジ下手の振りしかやったことないですもうほんまにね、シングルとかね、なんかポジションこういろんな公演で違ったりするじゃないですか。その時にジポジの反対と か, なんか自分がやってたとこの反対のポジションになるとすごい大変難しい。しだれ柳はるちゃんの歌い出しがミルさんの声と似てる時があったんよね。嬉しい。でもめっちゃミルさん意識してますよ、歌も踊りもめっちゃミルさん意識してやってます。そういうの対応するのむずそう。え、何気にね、なんか新芽の方振り踊らなきゃあかんってなるとね、めっちゃむずいんですよ。なんか手が逆とかね、そういうなんか細かいところが違うから逆に難しい。こんにちは、ゆいさん、こんにちは、ありがとう。だから今はるかはしだれ柳はジポジの方向しかまだ、アットジャムでもそっちやったし、空砲公演でもそっちやから、めっちゃありがたいですたまたまやけどね、全然たまたまなんですけど嬉しい。体に染みついてたやつが出ちゃいそう。え、ほんまに、あのリハやったからよかったんですけど本番ではまだやったことない。まだとか言ったらなんかいつかやりそうで怖いけど、空砲公演のリハーサルの時にしだれ柳やって、リハーサルでその時にあの感想さ、センターだけ踊るじゃないですか最初から。
1サビ自分だけのものにしたいと思ってたからさ、チャチャチャラってセンターだけが踊ってさ、なんかこう順番に立っていくじゃないですか。ではるかレオパージュでセンターさせてもらってるから、そっちの振りがもうミニスイ、踊るとこやった。そう、一人だけ、そう、危なかった。めっちゃはるかのその空砲のポジションは座ってて、最後のところで合流するんですよ。やのにケイトちゃんと同じタイミングで立って踊っちゃいそうになって、気がつかん、あ、本番じゃないです、リハーサルやから、表には出てないです。表にはとか言ってリハーサルやから、ファンの方に見てもらってる時じゃない、はやったことないけど、本番はリハの時は焦ったみんなめっちゃ笑ってた。やっぱ身に染みつくもんですね、そういうのって。やっぱ何も考えへんかったらね、いつものやっちゃうんよ。ダメですそう、早く浮いてしまう。いや、ほんまに危なかった。もうめっちゃ本番いつも怖いもん。昨日もめっちゃ考えながらした、そこ今日は立ち上がらない方って思いながら頑張りました。次は全員立って踊ってみよう。それもでもなんかね、あれなんですよね、選抜の歌番組用の尺だと全員で踊るんですよ。なんかそれもあって、なんか結構ややこしい。ダンス一曲覚えられるだけですごいと思う。いや、自分でもなんかリハーサルの映像とか家帰って見直して、なんでこんな踊れてるんやろうってこの踊れてる自分どこにおるんやろうってなる。家帰って踊ったら全然踊られへんとかよくあります。今回のこの冠ライブのリハ期間もそうだった。マネージャーさんから連絡来た。そう、パターンが多くて複雑やんな。そう、何気にね、なんか2番があるとかないとか、間奏が短くなってるとか、アウトロが短いとか、イントロもなんか短い時あってめっちゃ難しかった。間違えて長く振りしそうになって危なかったですね。こんにちは、ヒッチさん、こんにちは、ありがとうございます。陽次郎さん、ありがとうございます。こんにちは、イエーイ。あ、マネージャーさんから連絡が、明日のことで連絡が来ました。こんにちは、りょがたん、こんにちは、ありがとうございます。はるちゃんのお目引き込まれるのよ、ついつい見つめちゃう。嬉しい、ずっと見ててください、じーっとでも今日来たらなんか右目の二重幅またおかしくなってて、今必死に直そうと戻そうと頑張ってます。なんか寝すぎたわけでもないねんけど、なんでなんやろ、変わっちゃった。
こんにちは、わだちんさん、こんにちは、ありがとうございます。ちょっと髪色素敵、まさたかみーさん、嬉しい、イエイ、ありがとうございます。お疲れモードなの、モードかなって書かれてる。昨日も、昨日は空港公演の初日のメンバーがいたからリハも全部通しやったんですよ。だから実質2公演だったんですね昨日。だからちょっとさすがになんか足重たかった足が重たかったです。こんにちは、昼寝してた、まだ眠たい、ゆうすけさん、おはよう、おはようおはようじゃない、いいな、昼寝したい、はるかも、めっちゃ眠たい、眠たくなってきた。今何時ですか？今は何時ですか？昼寝気持ち、いやわかる、なんか眠たい時に寝るのって最高じゃない。3時59分ありがとう、4時ね、もうもう4時なんだ、あっという間やなまたマリーの膝の上で寝てきな、いつやっけ、むちゃくせや、むちゃくせの日ですねそんなそんな時もありましたね睡眠時間分けてあげようか、分けてくれんの、優しい、分けて、いやでもなんかな、なんなんやろ、9時とかがピーク、9時10時がめっちゃピークやねんけど、まだ寝れる状況にないんですよその時間って。ブログ書かなとか、モバメ送ろうとか、 SNS 更新とか、なんかそういう時間なんですね。9時から9時以降、9時から12時までぐらいがはるかの生活習慣の中でってなったら、そのピークは絶対寝れないんですよ。もう何が何でも目覚めさせないとダメみたいな感じで頑張って起きちゃったらもう寝れへんくなって、前もその時間、やばいよな、そう、その時間がいっちゃん眠たい。そのピークを超えると逆に目が覚め、そうやねん、特になんかお風呂入ったらめっちゃ目冴えちゃって寝ようとするときが一番寝れへんのよね。やっぱみんな10時ぐらいって眠いって書いてる、やっぱそうよな、眠たい マリンちゃん今何時聞こえてない、めっちゃわかるって書いてる。あ、そうなんよ、困ります、めっちゃあれ、眠たい時に寝たいけど寝る時に眠たくないからいつもどうしようってなるありがとう、1分ありがとうございます。じゃあそろそろ終わりたいと思いますので、ランキングを読みます、いきます。13位、アッキーさん、ありがとうございます。12位、ゆりりんさん、ありがとうございます。11位、りょがたん、ありがとうございます。10位、なかしーさん、ありがとうございます。9位、ケンティーさん、ありがとうございます。8位、ごっちーさん、ありがとうございます。
7位風船うさぎさんありがとうございます。6位ひろぞうさんありがとうございます。5位藤枝さんありがとうございます。4位ひでさんありがとうございます。3位モンブランありがとうございます。2位だいちゃんありがとうございます。そして1位がすえひろさんです。ありがとうございます。ありがとう、配信ありがとう。こちらこそみんな急遽やのに来てくれていっぱいコメントくれてありがとうございました。この後はみんな何するんですか？ゆっくりかな。こちらこそありがとう。ではでは明日公演頑張ってきます。みんな見ててね、見守っててくださいよ。約束。お昼寝かな、いいなぁ、お昼寝したい。それではありがとうございました。またね。